今回は裁判沙汰問題に関するお話を2本お届けいたします。最初はこちら。スーパーで突然爆発が起きた。逃げるわよ。ちょっと待ってください。原因は、私は地元のスーパーに勤めているのだが、そのスーパーに前々から不愉快だなぁと思っていた常連の親子がいた。以前からその子供は、店の中の商品を勝手に開封したり、肉や魚をラップごと指で穴を開けることもしょっちゅうだった。その他にも店内を全力疾走したりするから人や品出しをしている店員にぶつかることもあった。中には積み重なった商品をひっくり返すこともあって、何度も注意したけど全然効果なし。他にもゲーセンにお菓子をすくうゲーム機があったんだけど、取れないことに腹を立てて破壊。小学校低学年くらいの男の子だったんだけど、母親は教育してないのかなっていつも思ってた。いろんな店員がその親子に注意はしていたけど、ずっとヘラヘラして謝罪の一つもない。そんな母親の口癖は大げさなのよ。子供のしたことだからあって、反省の色はなし。そんなある日事件は起こった。その子供がお惣菜コーナーの電子レンジに、缶類の商品を入れたようで爆発が起こった。静かな店内に、突然爆発が起こったから、最初車が突っ込んだ音かと思ってびっくりした。それくらいすごい音と衝撃だった。周りのお客さんはパニックになって、キャーとスーパーの入り口に押し寄せて、我こそはと逃げようとする。だから店の入り口は大混乱になって、人が雪崩のように倒れたりもしていた。でもそうなるのも仕方がないくらい、その音と衝撃はすごいものだった。落ち着いてください、落ち着いてくださいって店員も声を張り上げて言うけど、電子レンジが爆発したのは事実。だから店員もなんて言っていいのかわからなくて、外に出た時はやじ馬を含めて人だかりができていて、ものすごい騒ぎになっていた。店の電子レンジがあった付近は破片まみれになっていて、電子レンジは燃え盛り、店内は長時間その場にいたら体調不良になりそうな異臭が漂っていて、現場検証のために急遽臨時休業になった。その日は寿司商品のイベント日だったから、朝3時半に出勤していろんな商品を作っていた。でもレンジのガラス扉の破片でプラスチックの蓋が溶けちゃって、中身もろとも全滅。今日の目玉商品だっただけに損害も半端ないと思う。しかも朝一限定品だったから、ストックはなく並べてあるもので全部だった。その商品を並べて間もない時間だったこともあって、周辺の商品はもちろん、特売の寿司商品もろとも台無し。何のために作ったんだろうって思った。警察と一緒に鑑識が来て調べた結果、詳細まではわからないけど、どうやら上部分が吹っ飛んだ缶らしきものが黒焦げになっていたのを目撃したらしい。警察の人は制汗スプレーかもしれないと言っていた。音的に火薬を敷き詰めて発火させたような感じだったそうだ。客たちが避難しているその騒ぎに乗じて、母親は子供を見つけ帰ろうとしていた。子供がレンジに何か入れた後、爆発したのは分かっていたので、私と店長が急いで声をかけた。お客様、お待ちください。うちの子供のせいじゃないわよ。子供の手が届くところに電子レンジを置いておくからこんなことになるんでしょう。母親の口ぶりからして、子供がしたのは分かっているんだろう。お子様を遊ばせるためじゃありませんし、この騒ぎの当事者となりますので、警察の方ともお話ししなければなりません。それでも母親は逃げようとするので、店長と二人がかりで捕まえた。何するの？痛いじゃないの。うちの子のせいじゃないって言ってるでしょ。こんな損害を出しておいて自分たちのせいじゃないと言い張る母親に、怒りを通り越して呆れさえ感じていた。レンジを低い場所に置いておくのが悪いというけれど、あまりに高いところへ電子レンジを置くと、今度はご年配の方たちが届かなくなってしまう。このお店ではご年配の方たちの使用率が高いから、低いところに置かないとクレームが来てしまうらしい。わざわざ台に上がって使えとも言えないしね。でも子供も届く場所だから、いたずらしないようにと張り紙もちゃんとしてあった。店長と私が警察のところに連れて行こうとすると、子供がやったことでしょ。ぐちぐちうるさいのよ。と暴れまくって手がつけられない。さすがにそれでは通用しません。今回あなたのお子様がしたいたずらによって、多大な損害が生じたのは確かです。知らないわよそんなの。だったら子供の手の届かないところに置いておきなさいよ。こちらのスーパーはご年配の方も多くいらっしゃいます。その中には腰の弱い方もいるので、あまり高くはできないのです。そんなのそっちの都合でしょう？知ったこっちゃないわよ。確かにお店の都合です。ですがだからといってお子様がいたずらしていいことにはなりません。幸運なことに今回人への損害はなかったですが、もしかしたらとても重大な事故になった可能性もあるのですよ。店長がいくら説明しても、母親はうちは関係ないの一点張りでずっと発狂して怒り狂っていた。とは言っても、レンジが爆発したおかげで店の中は一部めちゃくちゃになったし、商品だってかなりダメになってしまった。だから店長は、親の監督責任として裁判まで訴えると言っていた。そこで賠償請求するって。そしたら翌日、血相を変えた母親の夫と両親、そして母親が店にやってきた。本当に申し訳ありませんでした。妻と息子がした賠償責任はしっかり弁償させていただきます。なのでどうか裁判だけは。謝ったら私たちが悪いみたいじゃない。ふざけんな、悪いみたいじゃなくて、こっちが全面的に悪いんだろうが。と夫がブチ切れて母親に怒鳴りまくっていた。それと一緒になって、なんでそんなこともわからないの、本当にもう情けなくて。と母親の両親は泣いていた。子供はいたずらをするものなのよ。お前にはこの大惨事が見えないのか？すみません、ちゃんとお支払いしますので。母親に反省の色が見えないのにムッとしたが、お店としては賠償さえしてもらえれば構わない。店長も示談に応じたようだった。今回の爆発で店は修理をするために臨時休業をすることになって、損害賠償は8桁ほどになったとか。それを知った母親は、たかがレンジが吹っ飛んだくらいで、そんなに金がかかるなんて信じられないぼったくりしてるのね。なんて言っていたけど、スーパーが止まるってことはどれくらいの損害になるかって話だよ。サラリーマンが仕事を休むのとはわけが違う。母親の方は、その後旦那さんに愛想をつかされ離婚したと風の噂で聞いた。賠償金については子供がしたってこともあるから、母親と父親で二分にしたようだけどね。その後母親はすぐに実家に強制送還され、借金を返済するために早朝のバイトから深夜まで仕事をさせられているようだ。あまりのハードさに嫌気がさして何度も逃げ出しているようだけど、事件は親戚たちにも知られているようで、連れ戻されて無理やり働かされてるって噂。今回の事件を起こした当事者の子供の方は、父親が引き取って、父親と父親の両親の監督の下で厳しいしつけをつけられているとか、まだ子供だし今から父親の下でしっかりとした教育を受けることができれば、まだ改善する余地はあるかもしれないから、しっかり学んでほしいもんだよ。続いてはこちら。藤の病で入院することになり、保険証を使おうとすると、離婚してるから使えないと言われた。実は夫は、その当時、俺は独身で実家近くのアパートで一人暮らしをしていた。たまに夕飯を食べに実家に帰っていたのだが、その時に幼馴染が結婚したそうだと聞かされた。幼馴染とは中学までは仲が良かったものの、違う高校に進学してからすっかり疎遠になっていた。成人式後に行われた同窓会にも来ていなかったから、喋ったのは十何年も前のこと。少し引っ込み思案でおとなしい女の子だったが、幸せな家庭を築いているんだろう、そんな風に思っていた。それから5年後、俺は家のそばで偶然にもその幼馴染と再会した。思い出話に花でも咲かそうと思ったが、彼女幼馴染の顔を見てとてもそんな状況ではないと察した。なぜなら彼女は俺の顔を見るなり泣き出し、その場にしゃがみ込んでしまったからだ。俺は彼女が落ち着くまで待ってから、近くの喫茶店へと連れて行った。彼女は最初、店に入るのを拒んだ。なぜなら彼女は財布は愚か、スマホすら持っていなかったからだ。お金のことなら心配いらないから、と説得し俺たちは席に着いた。二人分のコーヒーを注文し、俺は彼女に一体どうしたのかと尋ねた。そして彼女から話を聞いた俺は絶句した。なぜならこの世にそんな最低な行為をする夫がいるなんて、信じられなかったからだ。彼女の夫は2年前から家に浮気相手を連れ込んでいるらしい。しかも幼馴染に隠すことなく堂々とだ。なぜそんなことをしているのかといえば、夫曰く幼馴染に子供ができないからとのこと。妻が子供を宿しづらいからといって、浮気をしてよいなんて法律はない。横暴にも程がある。しかしおとなしい幼馴染は大声で毎日のように夫から責められる日々が続き、精神的に参ってしまったらしい。それ以来、夫が連れてくる浮気相手にも駒使いのように扱われ、地獄のような日々を送っていたとのことだった。そして浮気相手が妊娠した。それを聞いた幼馴染はついに耐えることができなくなり、身一つで家を飛び出したとのことだった。俺は気づいたら幼馴染の手を強く握っていてよく頑張ったなと声をかけた。途端に幼馴染はタガが外れたように泣き出した。その姿は辛そうにも見えたが、ほっとしたようにも思えた。きっと彼女はもう夫の元に戻ることはできないだろう。彼女が今後どうするべきか、一緒に考えようと言おうとした瞬間、彼女は椅子から落ち、地面へと倒れ込んだのだった。慌てて救急車を呼び、病院に連れて行ったが、緊急手術が必要で手術の同意書へのサインを求められた。俺が親族ではない旨を伝えると、表情が曇る看護師。通常であれば親族が行うものだろうから当然だ。俺は気が進まなかったが、親に連絡して幼馴染の実家の電話番号を教えてもらった。なぜ気が乗らなかったのかといえば、幼馴染の親はいわゆる毒親だったからだ。案の定、電話をかけると、嫁に出した娘のことなんて知らん、迷惑をかけるな、と怒鳴られる始末。幼馴染が倒れる原因になった夫に連絡ができるわけもない。これまでの事情を必死で説明すると、看護師はなんとか了承してくれて手術を受けることができた。手術自体は無事終わったのだが、その後医師から聞かされた話によって、何も解決していないことが分かった。解決していないのではなく、解決できないことといった方が正しい。なぜなら幼馴染は末期癌に侵されており、余命1ヶ月と宣告されたからだ。俺は絶望した。そんなことあって言い訳がないじゃないか。どうして幼馴染ばかりがこんな辛い目に遭わなくてはいけないんだ。けれど俺とは対照的に、幼馴染はどこかすっきりした表情をしていた。訳を聞くと、いろんな嫌なことから完全に解放されるんだって思ったの。だからあまり悲しくないんだ、と言った。彼女が受けてきた苦しみは、それほどに辛いものだったのだ。久しぶりに会ったのに、いろいろ迷惑をかけちゃってごめんね。あとは一人でその時を待つわ。弱々しく微笑む幼馴染。どんな言葉をかけるべきかと考えていたところに、さらに悪い知らせが俺たちの元に届いた。それは幼馴染の保険証が使えないということだった。調べてみると半年前に幼馴染は離婚していることになっていたのだ。そのため夫の戸籍や扶養から外れているため、保険証も無効になっているとのことだった。再び不安に染まる幼馴染の表情。けれど繕った笑顔で何とかするから大丈夫。むしろ何とかする前に私が死んじゃうかもしれないし、と全く笑えない冗談を言った。きっとこれ以上俺に迷惑をかけまいと虚勢を張っているのだろう。俺は幼馴染の手を取り入った。俺と結婚してくれないか？え？何言ってるの？俺がお前の夫になれば、色々と肩代わりできるだろ。そんな、これ以上迷惑かけられないよ。いいんだよ。俺はお前に幸せな気持ちで旅立ってほしいんだ。本当はそれだって何とかしてやりたいけど、あいにくブラックジャックじゃないからさ。ふふ、本当に君は優しいね。再び涙を流しながら笑う幼馴染。その顔を見れただけで俺の判断は間違っていないと思うことができた。それから俺たちは本当に短い間だったが、夫婦として一緒の時間を過ごした。幼馴染の両親には報告しなかったが、俺の両親には全てを話した。両親は幼馴染に対して自分たちの娘のように優しく接してくれた。手前味噌ではあるが、俺と一緒にいる間、彼女は本当に楽しそうに笑っていた。限られた時間で精一杯楽しい時間を共有し、医者から言われていた余命よりも2ヶ月ほど長く俺と一緒にいてくれた後旅だった。命を引き取る瞬間、彼女の顔は笑顔だった。俺は夫として全ての手続きを問題なく行うことができた。せめて最後の時だけでも、安らかに彼女が過ごすことができたのであれば俺はそれで満足だ。しかしそんな穏やかな気持ちでいた俺の元に、最悪の通知が送られてきた。それは幼馴染の元夫から、俺と幼馴染の浮気に対する慰謝料を請求するものだった。幼馴染の元夫は本当に最低な人間だと確信した。一体どう考えて自分が慰謝料を取れるような立場だと思ったのだろう。俺は幼馴染が残してくれた手帳やスマートフォンを確認し、弁護士に相談した。全面的に争うことにしたのだ。大方、おとなしかった幼馴染と同じく、俺も何でも言うことを聞く男だとでも思ったのだろう。あいにくだがそうはいかない。優しかった幼馴染とは違い、俺は執念深い男だ。許せないものは許せない。そもそも離婚届を勝手に作成し提出した時点で元夫は刑事罰を受けるべき犯罪者だ。そのため元夫を告訴した。筆跡鑑定をすれば十分に幼馴染の意思に沿わない作成、行使がされたことがわかるだろう。本人の意思に沿わない離婚届は法律上無効だ。ただ無効確認の申し出を家庭裁判所に行わない限り戸籍等の修正は行われない。おかしな話ではあるが、法律上無効だけど有効なのだ。それに離婚に関しては有効になっていないと、俺と幼馴染の結婚も重婚になってしまう。幼馴染が持っていた元夫の不法行為に基づく慰謝料請求権を行うことはできない。だから家庭裁判所への申し出は行わず、元夫が請求してきた慰謝料請求権を、俺も行使することにした。向こうは考えなしに送ってきたかもしれないが、こちらには幼馴染が残してくれた決定的な証拠がいくらでも残っているのだ。言われたことのメモや音声データ、写真などこれだけあれば問題はないだろう。きっと彼女幼馴染も元夫と距離を取って、落ち着いた後に慰謝料請求をしようと思っていたに違いない。だから俺が代わりに果たしてやる。結果、俺の請求が認められ元夫、そして浮気相手からも慰謝料をきっちり支払わせることができた。刑事罰についてはどの程度の重さになるかはわからないが、前科者になるのは間違いない。浮気相手も私文書偽造、行使に関わっていたとのことだから、二人揃って前科者だ。天国の幼馴染がどんな表情をしているのかはわからないが、きっと笑ってくれていると思う。いつか俺がそっちに行った時に、この土産話をしてやりたいと思っている。